美人メーカーへようこそ。今回紹介するのは、女優、グラビアアイドルとして活動する、佐藤愛理さん。1996年10月1日生まれの26歳。身長167センチ。宮崎県出身。ニックネームは、愛理ちゃん、愛理マン。スリーサイズは85の60の88。特技は宮崎弁の早口言葉。体が柔らかいこと。 そんな佐藤さんの芸能界に入ったきっかけは14歳の時にミス・セブンティーン2011の最終候補に残るという実績があるのですがなんといっても佐藤愛理さんの名前が有名になったきっかけは宮崎美少女図鑑ですその後2018年にミスマガジン2018で審査員特別賞を受賞され同じく2018年のタカガールのイメージモデルを務めます 実は鹿児島でも活躍しており、2018年4月からは、アメプラザ鹿児島のイメージモデルをしています。また、宮崎にもある、鹿児島銀行のペイドンの CM にも出演されているとか、着々とその活躍の場を広げていますが、モデルだけでなく、2019年は女優として、TV ドラマに出演しており、TBS 系列で放送された、 ヘブン極楽レストランや木村拓哉さんが主演されているドラマグランメゾン東京にも出演されていたとか2020年には8等身美女としてグラビアアイドルとして活動開始またユーバールトなどのミュージックビデオに出演など多方面で活躍しています2021年には全羅監督2ではトップレスヌードを披露するなど今後も佐藤愛理さんから目が離せませんね このチャンネルでは女優、アイドルモデル、女子アナなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。